Evil shall fall under my spear of justice! That was easy. Hey. Hey. これそば？セロリと卵焼き交換しよう。嫌だ。寝てたからです。気をつけて召し上がってくださいね。山杉のチタタプを煮込んだオハウだ。いただきます。うまい。いいのいいの。焼きマシュマロって美味しいよね。エノクルキャンプでもやったよ。まあ待て待て、焼いたマシュマロをチョコビスで挟んで、はい、できた。スモアって言うらしいよ。ジロ、またサバか。サバはうまいよ。列強はジュラルミンの時代になってるんだ。たまには肉豆腐でも食え。俺たちは10年以上遅れてるぞ。ほれ、できたぞ。ほう。それじゃ、ごゆっくり。お待ちだ。スミレ印の唐揚げロールだよ。まだじわじわ落としてる。うまそう。鶏肉プリプリ、カリッと揚がった部分とソースが染みてしっとりした部分、肉汁と黒胡椒と野菜、いろんな味が絡み合って、うまいぞ。スーパーイエロー奥村凛スペシャルだ。トロトロ。お待たせしました。天丼でございます。はあ、
ありがとうございます。本当にウーロン茶って書いてありますけどね。味噌ラーメンだからないって言ってるじゃないですか。ラーメンなのに味噌だからです。うわ、なんか間違ってますよね。しかし正直ここの食事は人を狂わす。ここね、ショートケーキがおすすめなの。だからこういう店は女友達と来なよ。和がらしとバターを混ぜ合わせ、パンに塗るためのからしバターを作っておく。マヨネーズ、粒マスタード、蜂蜜、粗挽き胡椒を混ぜ、サンドイッチのソースに。ベーコンは少し多めの油を引き、弱火から中火でこんがりと焼き終わったら、余分な油はキッチンペーパーなどで取る。みんなの意見をまとめてカレーオムライスにしたよ。カレーには花ちゃんのリクエストのリンゴが入ってるから甘くて美味しいよ。いただきます。わあ、美味しい。ミャーさん本当にお料理も上手なんだね。うまくできてるといいんだけど。あ、パンはきっと美味しいよ。お父さんが作って冷凍しておいてくれたの。あ、美味しそうです。盛り付け、特製トマトソースとパセリ。お待ちだ。食パンの片面にからしバターを塗り、中身をのせていく。できたらすぐに切らず、パンが乾燥しないようラップなどをかぶせ、平らなもので軽く5分から10分ほど押さえて具材同士をなじませる。いただきます。なんでお前たち食べてきたんだろう。先輩一口。断固拒否する。ハイナンジーファン、ハイナンジーファン、シュルちゃん、ハイナンジーファンとカヤトーストきたよ。あ、ほんと。この美味すぎるが上の無闇な多幸感と全能感は何だ。シェリー、完全にこの食の美を受け止めきれなくなっているな。無理もない。その後みんなでご飯を食べた。おじいちゃんに、夕べはヒナを探してくれてありがとう、たくさん食ってくれと背中を叩かれた。ヒナちゃんは泣きながらもた
さん食べた。唐揚げにポテトサラダにクリームシチュー、あかりさんの作ったご飯はひなちゃんの大好きなものばかりだった。